タクシでは所在不明となった認知症高齢者の早期発見や保護による安全確保、介護者などの負担軽減を図るため、 QR コードが印刷されたシールを交付するタクシー高齢者見守り支援シール交付事業を始めました。ばあさんはどこっとや？あら、さっきまでうるさったかってんね。お母さん、あら、返事の中ね。あ、いえ、どっかおごってやろうけん、ばあさんば探してこい。分かった、お母さんの袋の中、いつも持ってやる。あ、財布の入った袋のや。次、こがー雨降りよっとにや。どがんしゅうかね。そら、探しに行かんばろな。ほんまへ、シールば貼ったけんさ、あ、今見つけてくる作業かね。あ、バーコードのやろ。バーコードじゃなくて、こがんシール。介護者などからの申請により、徘徊の恐れのある高齢者に対し、衣服やバッグなどに貼り付けられる QR コードが印刷されたシールを交付しています。お出かけ？お店の人ですか？お店の人じゃなかばってね。そうですか。お出かけ？ちょっと買い物に。あ、そがんね。ちょっと写真ば撮ってもよか？よかですよ。ありがとうございます。あ、この人やっぱり認知症なんだ。発見者が QR コードを読み取ると伝言板にアクセスできます。アクセスと同時に介護者に発見通知メールが届きます。発見者と介護者はチャット形式でやり取りが可能です。お互いに連絡先を知らせる必要はありません。お父さん。ああ、桃子、おったか。いや、メールの来たさ。ああ、さっき言った。次、お母さんね、今、駅の方におっしゃった。見つかったって。駅地、宅駅か。あがんとこまでや。早かね。天気の悪かとねの。よかったの。発見時の注意点などを踏まえ、介護者が到着するまでそばにいるなどの対応をお願いします。認知症高齢者に接するときは3つのないを心がけましょう。 1. 驚かせない。声をかけるときは必ず正面から、視界に入ってから話しかけましょう。 2. 急がせない。同じことを繰り返し話したりすることもありますが、最後まで付き合いましょう。 3. 自尊心を傷つけない。認知症のため出来事は忘れても感情は残ります。また本人もなりたくて認知症になったわけではありません。否定せずに受け止めてあげましょう。対応時に一人では難しいと感じたときは無理をせず周りの人に協力を求めましょう。コーヒー作って、あら、何個もじゃあ、あ、よかったですね、みつさん、助かって。ほら、お前探してるの、よかったな、ね、お母さん、よかった。警察は呼ぼうかしよったとぞ。なしか。あたいちょっと買い物行っとったら呼びたいね。タクシー高齢者見守り支援シール交付事業は、タクシー在住の認知症により徘徊する恐れのある65歳以上の人、初老期の認知症と診断された人、その他必要と認められる人が対象です。利用料は無料です。認知症は誰でも起こりうる脳の病気です。みんなで見守り、見守られの地域づくりにご協力をお願いします。本事業の申請・問い合わせは地域包括支援課電話 75-6033 まで。